はい、今回は7月18日から開催となるデーナオープンについて語っていきたいと思います。まずはデーナオープンの概要についてですが、開催日は7月18日から7月21日、賞金総額は175万ドル、開催場所はオハイオ州のハイランドメドーズゴルフクラブ、全長6555ヤードパー71のセッティングとなっています。日本勢からは西村優菜選手、勝みなみ選手、西郷真央選手、渋野日向子選手、吉田優利選手が出場予定となっています。続いて個人的に気になる注目選手について語っていきたいと思います。まずは渋野日向子選手、スタッツとしては平均飛距離が92位、フェアウェイキープ率が46位、パンオン率が115位、パンオン時の平均パット数が135位、バーディー数が74位となっています。全米女子オープンから完全復活となっているので、今後スタッツの数値を良くしていってほしいですね。前の週のエビアン選手権では51位という成績でした。全米女子オープンで2位、全米女子プロで7位と海外メジャーでの大きな活躍で今大会も期待が高まったのですが、なかなかそう簡単な話ではありませんでしたね。コースの至るところが傾斜地になっている難しいコース、それでもショット力の高さでチャンスを何度も作るのですが、グリーン上で苦戦してしまい、なかなかバーディーを増やすことができませんでした。ただ最終日にはしっかりとアンダーパーのプレーを見せて、次につながる結果を出しましたね。今季笹生優花選手と古江彩佳選手のメジャー制覇という結果について大きな刺激を受け、渋野日向子選手自身の2019年の全英女子オープンに優勝したことを思い出しているはず。今シーズンは日本勢の活躍が目覚ましいので、次は渋野日向子選手の復活優勝を見たいですね。残る海外メジャーは全英女子オープンを残すのみ、そこに向けて今大会でも弾みをつけていきたいところです。フランスからの連戦で疲労もあるかもしれませんが、しっかりリフレッシュして上位での活躍に期待したいですね。そして西村優菜選手、スタッツとしては平均飛距離が148位、フェアウェイキープ率が13位、パンオン率が94位、パンオン時の平均パット数が1位、バーディー数が13位となっています。フェアウェイキープ率が高く、またパットも上手い選手ですね。パンオン時の平均パット数が1位というのはすごいです。そしてサンドセーブ率も1位となっていますね。前の週のエビアン選手権では44位という成績でした。初日はアンダーパーのプレーで好スタートを切ったのですが、2日目と3日目になかなかスコアを伸ばすことができず苦戦するラウンドだったのですが、最終日は再び69のスコアでしっかりと追い上げました。古江彩佳選手のメジャー優勝を目の前で見届け、優勝を決めた時にはグリーン上で祝福をしていましたね。西村優菜選手は古江彩佳選手と同じプラチナ世代、同世代ということもあり大きな刺激となっているはずです。次は西村優菜選手が優勝を掴んでほしいですね。そして吉田優利選手、スタッツとしては平均距離が140位、フェアウェイキープ率が40位、パンオン率が84位、パンオン時の平均パット数が77位、バーディー数が148位となっています。フェアウェイキープ率が高いですね。今季はなかなか思ったような成績が出せず、米女子ツアーの出場試合は8試合、そのうち5試合が予選落ちとなっています。今季の最高成績はファウンダーズカップの50位となりますね。国内ツアーは1試合に出場しており、15位の成績を出しています。現在 CME グローブランキングが158位と、残りシーズンの出場資格も厳しくなってきています。そういう意味では今大会はエビアン選手権のすぐ後に開催される影響か、出場枠に入れている状況です。主要選手が出場しない試合でいくつか出られそうな試合があるものの、それでもやはり数少ない出場の機会となるので、この大会で上位の成績を出して少しでも多くのポイントを稼いでいきたいところですね。崖っぷちの状況となりますが、なんとか頑張って結果を出していってほしいです。吉田優利選手も古江彩佳選手と同じプラチナ世代、大きな刺激を受けていると思うので、上位での活躍に期待していきたいです。はい、今回はデーナオープンについての概要や事前情報、そして注目選手について語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。